こんにちは、あいです。このチャンネルはマーチングに関するあれやこれやを発信しているチャンネルです。はい、というわけでですね、今回はこちら。はい、三日月マーチ6巻のね、レビューをしていきたいと思いまーす。はい、で、前回もね、登場していただいたつるさんと一緒に、また今回もおしゃべりしながらレビューしたいと思います。つるさん、どうぞ。はいどうもこんにちは、ジェネシスフロントピットの鶴岡です。今回もお邪魔させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、早速やっていきましょう。行こうか、やろうか。はい、というわけでね、早速なんですけど質問させてください。鶴さんはこの6巻で一番印象に残ってたことって何かありますか？あー、印象に残ってるのはもう僕は完全に部長ですね。ほう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 、部長さん。はい、この途中その水木と部長が2人で話すシーンがあって、その部長の昔話を聞けるシーンがあるんですよね。で、まあ、要は部長が部長になる前にどんなことがあったかとか、まあ、なんかそういうお話が聞けるんですけど、先人の考えたこととか思いって、なんか結構、なんか、雑談ベースというか、なんかあんまり重要なことじゃないと思われがちなんだけど、僕は結構重要なのかなと思っていて、はい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 。まあ、自分が何かしているときに、何かに悩んだら、まあ、そういう話を聞いて、なんかあの時の先輩はこういう風にやったってなんか言ってたなとか、はいはいはい、自分が頑張れないなっていう時もなんか、あ、先輩はこういう風にやなんか悩んでたなとか頑張ってたなみたいなものがやっぱ聞けると、自分がちょっと踏ん張れたりとか前向きになれたりとか、なんかその人たちが頑張ってきたお話とか頑張る前のどういう覚悟だったのかっていうのは、やっぱ何かしら人に影響を与えるんじゃないのかなと思って、そのなんか水木がまた受け取り方がすごく素敵で、継承というかなんか思いをつなげるような感じがあって、はいはい、あそこはねめちゃめちゃいいシーンでしたね。確かにそうですよね。いや、私も実際吹奏楽部でね、部長や、いやー、感じた、やらせていただいたことがあったんですけれども、まあその時は、こうやっぱり人数もそんなに多くないし、でまあ結構ちゃんとトランペットやってるから、はい、どうぞ、部長でーすみたいな感じでなっちゃったところもあって、ちゃんと部長できたかって言われるとそうでもなかったですし、で、先代の話を聞けてたかって言われるとそうでもなかったんで、本当になんか心の準備もなく、あ、なっちゃった、はい、どうしよう、なんか指導しなきゃいけないらしい、やべーってなってたんでね、まあ、水木のいた環境って本当にすごいいいところだったなと思いましたね。そうね、まあ、あとね、あの部長のもう大好きなセリフが僕あって、これ案外悪くなかったでしょこの1年っていうセリフがあるんですけど、もうこれを部長がねめちゃめちゃいい笑顔で言ってて、これがね、そのなんつんだろうな、本当に1年自分のできることをやりきって、なおかつ悔いがない人じゃないと言えないセリフだし、できない表情で描かれてて、なんかね、ここのね部長を見てね、もう俺はね感動してしまった。いやー、めっちゃわかります。あのシーン良かったですもんね。部活の部長になるって本当にすごい選ばれた人しかできなくて、でその中でもまあ私みたいにこう、あんまうまくできなかったかもっていう人なんて多分結構全国にねいっぱいいると思うんですけれども、それでもその中でね、まあたとえ全国に行けなかったとしても、それでもやりきったぞって言えてる先輩部長、もうめちゃくちゃ濃いですもんね。いや本当にそう思います、本当に。いやもう部長の皆さん1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。逆に愛ちゃんは6巻でなんか印象的なシーンありますか？はい、6巻はですね、まあやっぱり最終巻っていうこともあって、まあもうまとめやったりとか、まあ題が入れ替わっていくよっていう描写がね、まあ多かったんですけれども、その中でまあ私の一番印象的やったのはね、もうなんと言っても水木ですわ。もう1巻から6巻まで見守ってきた水木の成長の一番最後の部分で、まあ何がすごかったかっていうと、東北大会でね、出場するんですけれども、勝ち上がったんで、で、東北大会で、私、専修高校のマーチングが大好きっていうことをね、まあ、アキラに向かって言うシーンがあって、で、その続きで、たった8分だけど、
この瞬間が私の全てってことも言っててね、もうなんか最初はだって瑞希お母さんに従ってね、こう勉強勉強勉強って感じで、でもうそんな部活なんてしない、塾に行ってみたいな、そんな生活の中でもうこれじゃつまらない人間になってしまうって言って、こう秋田に逃げてきて部活のために転校するって、そんな簡単なことじゃないと思うんですけれども、それでもそれをちゃんとやってね、でまあ勉強も手抜かずに頑張って、マッチングも頑張って、でその結果私の全てって言えるものをね、この1年間で見つけられたっていうのはほんまに良かったなって思いました。うん、確かに確かに、もう自分の全てって言えるぐらい熱中できるものと出会えたってことだもんね。そうですね、いやなんか熱中するって本当にすごい簡単なことじゃないと思うんですね。まあ、私もなんか奇跡的にこうトランペットがね、もう十何年と演奏すること続いてるんですけれども、でもまあこれってほんまに好きやから続いたことやし、で途中でやめちゃったものなんてたくさんあるんですよ。もう私習い事いっぱいやってたんで、体操もやって新体操も英会話も塾もみたいな感じで、だからいっぱいやってたんですけど、もうなんかそう途中離脱してたものはいっぱいあって、最後まで残ったのはもうやっぱ新体操とトランペットやったんでね。でそれがもともと、まあ私はね本当に恵まれてた環境だったので、もうちっちゃい時から習い事たくさんやらせてもらって、いろんな経験してきた中でこれが好きってなれたんですけれども、そうじゃない環境からね、ほんまに一から見つけることができて、でそれを好きになれたってのがいいですね。いや部活ってこうなんか多分経験あると思う視聴者さんもいると思う。部活行きたくないな、今日だるいなみたいなとか、日曜日に練習あんの、毎週無理、推しのライブ行きたかったのにみたいな、そういう経験した方絶対いると思うんですよ。嫌いやなとかだるいなとかなる瞬間があったかもしれない、だって部活動だし。そうでも瑞希はそれにならなくて、でちゃんと1年間やりきれました。いやほんまによかったで、瑞希これからも豊かな人生歩んでってなーって感じです。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、まあ、三日月マーチ完結してしまいましたね。いやそうなんですよね、いやもっと見たいとこいっぱいあったんですよ。だってこれって1年間分の描写しかなかったんで、じゃあこれからアキラは本当海外に行くのかとか、瑞希の3年生の生活はどうなっていくのっていうところを見たかったですし、でまああとこの漫画なんと言ってもね、こう一番最初の方のレビューでも言ったけど、音が聞こえる漫画なんですよね。あのもうこれ本当なんでなんて思ってる方はもうほんまに読んでほしいんやけど、あの上を向いて歩こうとか、まあダイヤモンドだねとか、結構知ってる、もともと知ってる曲がこう漫画の中で取り扱われてるっていうことが多くて、っていうのもあってね、でもう描写の仕方もほんまに素敵で、だからこそ音が聞こえてくる、動きが見えてしまうみたいな漫画でしたね。もうほんまに大好きです。いや本当に確かに確かに、もう描写が本当に素晴らしいよね。いや本当にわかるわ。俺はね、この作品本当にね、マーチンガーにはねちょっと一回読んでみてほしいんだよな。でなんかなんつんだろう、なんか綺麗どころだけじゃなくて、本当になんか苦しいことも書いてあるし、なんつんだろう、なんか学ぶことっていうよりかはなんか、うん、なんか、うん、影響を受けることってなんかあるような気がするんだよな。そうですよね。いや私もこの動画をね、こうどっかのレビュー撮るわと思って、また一から読み返してたんですよ。もう毎回読み返してるから、もう何週目かわからない三日月マーチやけど、もう大好きやからいっぱい読んじゃうので、読むじゃない、熱くなってくるじゃない、しゃー燃えてきたって感じで、すぐ着替えてね、家の周りランニングしに行ってきました。これ撮る前に走ってきたの？あ、走ってきましたよ。やば、青春してるんだ。青春しました。あ、そう。はい、はい、まあね、瑞希の置かれた環境がすごくいいから、なんかある種嫉妬を覚えるような人もいるのかもしれないんだけどね。本当になんかいい
関係性があるよね、ここにはいろんな。そうですね。いや本当に恵まれてたんやな水木ってのは思いましたし、多分中学生の自分が見たら嫉妬してたような気もします。ジェネ知ってたからこう、あ、いい漫画、あ、いいよね、いいよね、グッドって感じで見れましたかね。いやそうなんだなんか昔の自分だとちょっとなんかいいよなお話はみたいになっちゃうってこと。いや、なる気がしますね。あ、そうなんだ。ないものねだり的な。あ、まあこうなったらそれはいいよねみたいなそうね、確かになんか実際に問題の渦中というか、すげえ頑張っている現役の中高生からすると、うん、はんって思うことはもしかしたらあるのかもしれない。あるかもしれないですね。まあでもそれも含めて読んでみてほしいんだけどな俺は。なんかなんかそれを感じることも含めての作品だと思うし、なんかそれをその当時読んで例えば5年後とかその現役離れてとか後に読み返してみるとまた違う発見があったりとかもするし。そう、絶対そう、絶対そう。いやこの作品はね多分ね結構接し方がね年を取ってくると変わってくる気はするわ確かにそんな気もしますね。はい、閉めてください。はい、というわけでちょっとね、あの後ろが長くなってしまったかもしれないんですけれども、これで三日月マーチ6巻のねレビュー終わりたいと思います。今まで動画をね、連続で見てくださった方ありがとうございました。そして浜地先生、素敵な作品を本当に本当にありがとうございました。無事完結してよかったです。今回の動画はいかがでしたか？よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。それからもしこんな企画をやってほしいみたいなのがあったら、ぜひリクエストのコメントお待ちしておりますので書いてってくださいね。